ということで本日のお客様はこの方々です。どうぞ。ちょっと待って、タケルの頭がこっちにあって、でタケルの足がこっちにあるってこと？それでこっちはこっち、何これ、これあの健康ボールみたいな感じでみかんを握ってる千葉翔也と、でデレステをやってる高塚と思う人、ちょっと意味が分かりませんね。あ、みんな出てきて、これ赤羽さんでしょ、赤羽さん出てきて、赤羽さんってミスっちゃったじゃん。え、もうホームに戻す、ホームに戻す、あ、うん、あ、いいよ、今飲んで、今ツイートしようぜ、みんなで。いいよ、僕ツイッター行ってないんで職務しようかな。タカピ入ってないよ、タカピストロー入ってる、ストロー入ってる、はい、こちら上げて大丈夫です。はい、いつまで出るシャープ中村屋ね、シャープ中村屋シャープ、ありがとう。じゃあ俺メガ取っとこう。大丈夫、見える、未来を見通せるメガネ。あー、見えます、見えます。なんかお前頭良さそう。えー、あっち、カメラあっちにある。どうぞ。1たす1は2。頭いい、頭いい、頭いい、すげえ、すげえ、プールの匂いする。確かにこれ新しいやつなんで、もうここまでビニールの匂いがすごい。赤羽さんやめてください、本当に。僕ないよ、赤羽さん、僕ないんだな。てかメガネかけてるから何も見えねえ。千葉&菊池ペアが良かったと思う方拍手。ね、こたつも数も取りましょう。デレステしようと、デレステやってようと、デレステやってようと。分かる分かる、今叩いてない人が俺は好きだ。僕のイタリア君が良かったと思う方拍手。ということで、優勝は千葉&菊池ペア。やったーやった、すごいすごい。いや、これはね、翔也さんのね、ナビゲートのおかげで。いや、もう菊池先生のアクティスティックな感じですよ。そういうことで、今お気持ちをどうぞ。いや、このコーナー勝てるんだっていう。嬉しい、ありがとうございます。ねえ、びっくりだ。飽きてゲームすんなって。デレステやめろって。続いてショバチ、こちらパフパフラッパっていう名前なんですが、パフパフラッパの経験はございますか？あるということで、はい、パフパフは好き、パフパフ、あ、好き、よかった、パフパフ好き、ね、ありがとうございます、うん、そしてしげるってたらしい。トレーナー遅刻したからってそれないよ、動揺、うん、違う違う違う、たけるたける、めっちゃ積もってるじゃん。僕最近ね、いろんなところで名前間違えられるんですけど、そんなに名前は覚えてないですか？いやいや、本当にポケモンに謝りたい。俺は俺はこっちに謝ってください。はい、今からルーティーちょっと行きますよ。ちょっとみんなには届くか分かんないけど、ちょっとね、待っててね。心で届けるよ。優しいね、中村さんのやつ、本当に。ちょっとこんな感じがね、どうしようかな、あ、ポーズから入るのいいですよ、これ加点式ですから、プラス10点。テントを立てるかな。これあ、いいですね、いいですね。こういうゼンマイ式のなんか人形あったよね。そう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 。ってか待って待って。なんか赤羽さんとペアで見たら、マジでなんかの部族の人みたい。こっちもなんかそんな感じなんだろうな。
めっちゃ挙動不審じゃん。え、なんかあの瞑想してるお笑い芸人とかがもう意味わかんないことやりだすやつじゃん。後ろまで聞こえてる？聞こえてる？ありがとう、見えるよ。うっせえよ、マイク前でやってごらん、マイク前で。おお、じゃあ続きましてシンバル、俺は聞こえるね。でマイクを通した意味、え、はぁ、あ、はぁじゃなくて、お前とかマジで疲れてる表情やめろ。それではいきます、ワン、ツー、スリー、フォちゃんと、なんかみたいな、なんなん。あのさ、ごめんね、下ネタだらけで本当申し訳ないんだけど、でもこれガチでちょっと調べなと思って、これさ意外とここに当て叩くと意外と痛えの、マジで。ちょっとちょっとやめよ、この曲やめよう、この曲様子おかしくなるわ、違う曲やります。じゃあこの歌詞でどうだ、どん。ちょっと冬っぽいテーマっていうことで、これ盛り上がりですよ。うん、ちょっとどうしようかな、ロック版でいこうかなみたいな。ロック版、それさ、あのイントロの時にそれ入れてもらっていい？みんなで、いやーって入れてもらっていいですか？じゃあ楽器も考えていくことだし、あ、楽器じゃん、英語にしましょうか。そうですよ、なるほど。じゃあ人だけトレードで、なんだこれ、なんかマイク置いたみたいな、なんかアイドルがマイク置いたみたいな。どっちでもいい、マスカラ、あ、じゃあだけどこれはマスカラじゃない、マラカスだ、あれはマスカラ。できますよ、ロック版ね。うるせえ、ずっと
多分何の進展もないので終了。はい、前にしばし小さくない大丈夫それ。なんとなくしばし、あっちのカメラに向かって、あっちのカメラ、3、2、1と振るので、その時にお願いしますね。後ろで首をかいているタケル。どうしよう。いきますよ。千葉翔也のおやすみゼリフまで3、2、1。え？眠れない？早く寝ないと明日のボルダリングデートで眠くなっちゃうよ。おやすみ。なるほどね。はい、なかなかいいんじゃないですか。1番手にはいいですね。それでは2番目菊池たける、前に出ていただいて、カメラがカメラあっちですね、見えますか、はい、それでは菊池たけるの、おやすみゼリフまで3、2、1、ドン。眠れない、どうしようかな。そしたら羊を数えようか。羊が1匹、羊が2匹、2000匹まで行く、2000匹。どうみたいな。はい、ありがとうございます。なるほどね。ちょっと弟キャラできたね。かわいいですね。俺個人的に羊好きだから羊数えてたら眠れねえんだよ。俺か。あ、いや僕やります。いや俺でしょ、俺でしょ、俺でしょ、いや俺でしょ、僕の方がいいですね。僕の方が多分、僕の方がいいです。じゃあそりゃ証拠証拠。何これ、何こたつ。あ、彼女役になるってこと。俺こたつで寝る、こたつで寝る人嫌いだわ。あっちじゃねえんだよ。カメラあっち、カメラあっち。じゃあ俺もあれ、俺がタカピーに何人も女いるからだけど。いや僕もその人間。ちょっと、俺みんな、じゃあ俺ここで詰め噛んでるね。高塚の、おやすみゼリフまで3、2、1、9。この人今日眠れないよ。なんだよ、翔子眠れないのか。そっか、じゃあ俺と朝まで。な、小声で言うのやめてよ。する。何て言ったんですか。いやちょっとね、言えないですよ、登録なんですよ。ラストでよかったじゃねえかよ、タカピーが。いやいやいやでは赤羽さんのおやすみゼリフまでよろしいですか。どうしよう。なんか小道具使う、なんか、あ、何、モノボケのコーナーじゃないですよ。ちょ、見立ててるんですよ、ね、見立てて不思議な見立て方。いきますよ。それでは、赤羽さんのおやすみゼリフまで3、2、1。腕枕にしても位置おかしくねえか。どうした。首こんななってる。眠れないのか。首こんななってる。しょうがないな。じゃあ眠れるぐらい疲れさせてやるよ。こたつの中で何してんねん。出てきてください、出てきてください。中村屋を何だと思ってるんですか。ここは、ストレスの発散場所じゃございません。よろしいですか。普通だけちょっと行きましょうか。行きましょう。ますね。はい、メンソルネームふっくらじんべいさんからいただきました。ふっくらじんべいさん、ちなみにふっくらじんべいさんいらっしゃるかな。あ、いらっしゃるね。ありがとうございます。ありがとう。シュウコさん、ゲストの皆さん、メンソレー、メンソレー、公開収録開催おめでとうございます。ありがとうございます。早速お悩み相談なのですが、私はキャーという声が出ません。びっくりした時や怖かった時もそうなのですが、ライブやイベントなどで好きな方が出てきてもキャーと言えないのです。はい、ありがとうございます。これね、じゃあすぐ解決してやろう、はい、これちょっと中村リアンのみんなも優しいから
ちょっとキャーっていうの手伝ってもらっていいですか。僕らが一人一人かっこいいポーズで立ち止まるので。いや俺今みかん食ってることにびっくりしてたらさ、はい、どうぞ前の方に、はい、もう全員出る感じか。そうですね、もうこのスリッパね勝手に誰かの使いました。なるほどね。そういうことなの。そしたら一緒にキャーって言うんだよね。え、ね、一人で言うのちょっと恥ずかしいじゃん。俺ら言われたらどうすればいいの。喜べばいいの。俺たちだってキャーって言われたら嬉しいっすよね。それはさすがに嬉しいっすね。まあ、嬉しいですけど。うん。割とにいいっすね。さすがに本当に。なんだその答え方。いやなんか本当に。とかより全然嬉しい。あの、全然嬉しいわ。いきますよ。じゃあ、かっこいいポーズまで、自分なりのかっこいいポーズまで。同時にやるんですよ。そう。同時にやりますよ。3、2、1。ふっくらじめさん、声を出すんだ。さあ、みんなも終わって声を出すんだ。ふっくらじめさん、届けろ。かしげた人見逃さないからな。ふっくらじゅんべいさんは出せたんですか。ふっくらじゅんべいさんね、出せたみたい。よかった。お前俺らが僕がルールを説明いたしますと、まあ基本的にはだるまさんが転んだっていうゲームと一緒でございます、うんうん、で、僕が鬼、それでみんなが子になります。ただし僕が振り向くときにスクリーンにお題が出ます、このお題は、僕が考えた、すべて僕が考えたものなんですが、そのお題に従ったポーズで固まってください。よろしいですか。はい、何でしょうか。で、皆さんのポーズがお題に沿ってるかは、中村リアンのみんなが拍手で判定してもらいます。拍手がちょっと少ないな、まばらだなって思った方から、落選、落ちていきます、はい、落選勝った方にはご褒美がございます。こちらです。少ない何かでもらえたんですか。こっちに来てくれますね。すげえ実物で書くんだ。何これ。ちょっとカメラの方に向けていただいて、こちらご当地のご当地カップラーメン詰め合わせセット。やばっ。いや嬉しい。これリアルで俺が欲しい。ダメみたいですね。触ることすら許されない。今欲しい。なんなら、はい、リアル今欲しい。食べながらやりたいね。それではまずちょっと練習してみましょうか。それではいきます。スタートです。シューゴさんが転んだ。全部取っていただいて、はい、うん、確かに赤羽さん悩ましいな。悩ましいんだよな。一人一人取っていただいて、はい、みんなここの夜のチームうまいかもしれないぞこれ。で、じゃあそれで一人一人千葉翔也が悩ましいポーズだと思う方って言ったら拍手で、で一人一人これをやっていきますね。うん、これはキープしてもらいます、はい、でも本当にそう思わなかったら拍手しなくていいからね、はい、ということでじゃあ本番いきます。皆さん位置についてください。いきますよ。お題こちらです。いきます。シュウゴさんが転んだ。ごめんなさいね、赤羽さん、ちょっと今だけ動いてもらっていいんで、ちょっと前に出てきてもらって、千葉翔ももうちょっと前に寄れるかな。こんな感じですけど、じゃあ千葉翔、ちゃんと千葉になってるよって方。OK、成功です。嬉しそうにすんな。タケルが、千葉県になってるよって方。ちょっと最後にしよう。高塚が千葉県になっているって方。赤羽さんが千葉県になっているって方。
赤羽さん申し訳ないです。俺は、はい、千葉県民なんですよ。いや、俺言葉での説明せこくないですか。じゃあ分かりました。でその言葉に、千葉県民に免じてここは見逃しましょう。じゃあそこからですよ、そこからのスタートです。動かないでね、そこ立ってください。はい、そこにもういいよ、しましょう。うん、いきます。続いてのお題こちら、いきます。高村修吾さんが転んだ。たける、たける、せめてお客さんに見えるようにしよう。たける、おしっこ我慢してるじゃないですか。じゃあ、これどうだろうな、極寒だよ。まあまあまあ、じゃあタケル一番寒そうかな。タケルが、極寒の地に放り込まれる人。まあまあ赤羽さん、高塚、千葉翔也、おいい感じだね。いきますよ。それでは、次のお題こちら、いきます。修吾さんが転んだ。まあそうなんでしょうね、赤羽さんだと思う方。こうなんだ、寝方うつ伏せなんだ。しましょうや、見える見える、うん、まああるだろうな。高塚、これはちょっと後でちょっと説明してほしいんで意味わかんないんだけど、かける、これは微妙だな、これは微妙だね。スタッフ判断で罰ということになりました今。ちなみにタケル今ここでちょっとそのポーズ撮ってもらって、今カメラに抜けるように。これ一人で部屋にいる時だよ。赤羽さんから僕をディスってるんでしょうねという声が届きましたけど、タケルちなみにこれはどういう時のポーズだった。慌てすぎて自分が部屋にいる時のポーズしちゃいました。待って、中村修吾は今もっとわからなくなってる。これ何のポーズ。あ、そういうことです。もうなんかいじけた、もうなんかもういじけて反省してるポーズ。いじけて反省してるって何だ。反省してるポーズね。とにかく君は落選です。はい、それではね、はい、じゃあ続いてのお題こちらです。いきます。修吾さんが転んだ。素晴らしい。これも奇跡的に、奇跡的に一緒のポーズを取るということで、竹内さん、これシャープ中村でツイートして、あ、ツイートないで直名で送ります。あ、そうか、あ、直名登録してください。中村修吾もやっております。そっか、じゃあ直名で後ほど送ってください。ということで、これはもう言わずもがな、全員どうでしょう。うん、みんな一緒でしたね。じゃあいきますね。続いてのお題こちら、いきますよ。修吾さんが転んだ。そうなんでしょうね。赤羽さん、なんだろうな、やんちゃだったのかな赤羽さんね。これは最後にするとして、
こっちやってあげた方がいい？やった方がいい？じゃあこっちします。千葉翔也。なるほどね。スーパー、デパートで系ね。今答え合わせはしないでください。すいません。たけるちゃんと写真撮ったいっぱい。大丈夫？いっぱい、あ、もうちょっと撮りましょうか。データが破損した。はい、ありがとうございます。じゃあま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 あ。で、高塚くん。頑張ったみたいだね。で、いきますよ。いきますよ。次のお題こちら。あ、口頭ね。じゃあ、今もうストックがなくなったので僕が言いますね。角質。はい、いきます。シュウゴさんが転んだ。まずじゃあ赤丸さん、千葉翔、高塚、お前一番拍手まばらだけど、でも俺に触ったから優勝は高塚智人。大丈夫です。